ビーファー、どうしたんだ？あ、キリト君じゃなくて、二人きりだし、お兄ちゃん。どっちだっていいさ。で、素振りしながらなんか頭ひねってたけど、どうかしたのか？やっぱり、空を飛べないって不便だなーってね。それはそうさ。このアンダーワールドで生きる人間の基本的なアクション性能は、リアルワールドの人間と大差ない。ジャンプ一つにしても全然高く飛べないものなんだ。だよね。バトル中でも制約を感じるというか、しっくりこなくて。まあそれは慣れるしかないな。新技を駆使すればそういうことも可能かもしれないけど。新星術で空を飛べるのはないの？あとは羽が生えてくるとか。そういう便利なのは聞いたことないな。そっか。参ったぜ。ベルクーリさん、どうしたんだ？おお少年、それに少年の妹か。実はある一帯を警護している騎士団から緊急の救援要請が来ていてな。騎士団？この衛兵とはまた違うんですか？ああ、帝国所属の騎士団。正しくはその騎士団の中で編成された小隊だ。彼らは帝国からの派遣でなく、志願という形で対策本部に協力を申し出てくれた。ソルティリーナのジョーちゃんと同じだな。カセドラルシダーが現れてすぐ対策本部に連絡を取って協力したいと申し出てくれたんだぜ。そんな人たちが助けを呼んでるなら行かないわけにはいかない。救援要請ってことは魔獣の発生があったんですよね？ああ、だがどうもそれだけじゃないらしい。報告を聞く限り少し様子がおかしくてな。その騎士団が警護する場所周辺で騎士たちが原因不明の体調不良に襲われてるって話だ。原因不明の体調不良？ああ、それから周辺の草木やらが急に枯れ出したっつう報告もあってな。あの周辺に以前は人がそれなりに住んでたが、最近めっきり住めなくなっちまったって聞いたぜ。わかった、それじゃあ調べに行くよ。あ、私も行く。お兄ちゃん一人だと心配だもの。あ、俺一人でも平気だぞ。もうたまには妹に頼られなさい。行くって言ったら行くの。お、さすがは少年に少年の妹だな。とはいえ二人で平気か？こいつはかなり危険な任務だぞ。それは大丈夫だと思う。俺も反応速度には自信があるし、リーファに至ってはあまりの素早い体術にある場所では速度強なんて悪名があったくらいだ。いざという時は兄弟揃って引き返して助けを求めるさ。もうお兄ちゃんたら一言余計。まあ速さにかけては自信があるのは確かだけどね。分かった、なら二人に偵察を頼むとするか。よろしく頼むぜ。あ、もちろんだ。決まりだね。じゃあお兄ちゃん一緒に出発。
今日は特にそう感じるな。どうしたんだリーファ。ああ、強い風を浴びたせいかな。ちょっと ALO のことを思い出しちゃったんだ。もしかして飛びたいななんて思ったか。うん、でもここじゃ羽はないからね。残念だけど。キデンらがセントリアからの援軍か。はい、もしかして騎士団の人ですか。うん、私はこの一帯の警護を担当する騎士長だ。よろしく頼む。騎士長？その顔、もしや女性の騎士長が珍しいと思っているのか。この一帯を拠点にしている騎士たちは全員女性だぞ。へえ、そうなんですね。しかしそちらの少女が来たのは理解できたが、まさか男性が援軍によこされるとはな。すみません、俺来ちゃダメでしたか。そんなことはないが、むしろ男性一人では居心地が悪くなることもあるかもしれない。息苦しさを感じたとしたらその時は悪いと言うしかないが。いや、むしろ慣れてますから。リーファ、キリト君、女騎士さんたちにデレデレしてたらアスナさんに言いつけるよ。するわけないだろ。今の声マジ？ああ、近頃はよく出没するのだ。それに加えこの強風ゆえにここに住む人も減っていってしまった。もしかしてこの強風がずっと吹いているんですか。ああそうだ、魔獣たちが現れるようになって以来この地は強風吹き荒れる枯れた土地になってしまった。かつては肥沃な大地であったのだが、嘆かわしいことだ。そうなんですか。すまない、ここは私の故郷でもあるゆえに、つい感傷的になってしまった。それでは早速だが、この近隣での魔獣討伐に同行していただいていいだろうか。はい、もちろんです。魔獣がよく出る場所はここか。うむ、正確にはこの先であるがな。しかし貴殿らの救援を得られるとは心強い。対策本部より使わされた剣士である以上、相当な実力者であるはずだからな。それにここまでの戦いでも貴殿らの実力はとくと拝見した。素晴らしい剣撃であったぞ。いや、それほどでも。キリト君、早速デレデレしてる。してないって、褒められたら謙遜するもんだろ。どうかな。ずいぶんと仲がいいのだな。貴殿らはもしや夫婦なのか。夫婦って夫婦ってことだよね。私たち夫婦に。いえ、兄弟なんです。似てないって言われがちなんですけどね。すぐに否定しちゃうんだ。そりゃそうだけど。どうしたんだリーファ。何でもありません。なるほど、確かに貴殿らは言われてみると少し似ているな。しかし夫婦でないとなると、キリト殿、我が騎士団の誰かの婿になる気はないか。婿？うん、私には夫がいるが、我が騎士団の騎士たちには現在婿探しをしている者たちが多くいてな。親の決めた許嫁とそのまま結婚する者もいるが、騎士として日々戦う女たちは伴侶へのこだわりが強い。
自分と同等かそれ以上に強い男を求めてしまうゆえか、なかなか縁談がまとまらないことも多いのだ。だが貴殿は相当の実力者、我が騎士団の女たちも満足するやもしれんと思い声をかけてみたのだ。俺にそういうのはちょっと。そこは心に決めた人がいるのでってちゃんと言うとこじゃないの？リーファ、後でアスナさんに言いつけちゃうからね。それだけはご勘弁を。断じてやましい気持ちはなかった。おお、最大者であったか。それはすまない。お兄ちゃんの手綱はしっかり私が握ってるんだからね。本当に仲のいい兄弟だな。え？大丈夫か？ああ、問題ない。だが今の症状がまさにこの地で起きている実例だ。原因不明なのだが、急に力が弱まり立っていられなくなってしまい、このまま進むのは危険だ。あなたは集落へ戻ってください。俺たちでどうにか原因を見つけてみますから。リファ、一緒に送り届けるのを手伝ってくれるか？うん、もちろんだよ。どうにか集落まで送り届けられてよかったな。相当具合悪そうだったよね。大丈夫かな？そうだな。集落まで戻ったらだいぶ楽になったって言ってたし、今ゆっくり休んでもらうしかないよ。うん。ねえお兄ちゃん、原因って何だと思う？この世界の人が理解できていないとなると、フラクトライトそのものの異常？いや、だとしたらなぜこの地帯にとどまる人たちだけに起きているのかという話になるな。うん。うわぁ、すごい風。確かにこの暴風地域じゃ人がまともに住めなくなっちゃうよね。ああ、乾いた暴風が吹きすさぶ地帯、同じ風なのに今感じる風はすごく冷たいよ。風妖精の都スイルベーンとは似ても似つかない寂しい場所。なんかとても悲しくなっちゃうよね。風か。ただこの地帯はもともと風が吹き荒れるような場所じゃなかったんだろう。だとすれば魔臭が原因か。また強い風が。魔獣、戦うしかないな。すぐ行くぞ。うん。どうやらこのコウモリたちが暴風を起こしていたみたいだな。そうみたいだね。他にもあの魔獣がいないか探してみようよ。なあ、行こう。風が強くなっている場所に急いで。どうした？すぐ。ごめん、私も気分が悪くて、なんだか頭が。あのコウモリが起こした風を浴びてから変なの。大丈夫か？仕方ない、ここは一旦引き返そう。すぐ、具合はどうだ？大丈夫。集落まで戻ったら頭痛が治ったよ。そうか、ならいいけど。
ト殿、リーファ殿、無事だったか。はい、コウモリみたいな魔獣が襲ってきましたけど、なんとか。コウモリのような魔獣？おそらくそれが暴風の原因です。またすごい風がこの集落まで来ている。この強風のせいで我々も動植物も、そして魔獣さえもこの地にとどまろうとはしないのだ。今やこの風は万物にとっての邪魔な存在と言わざるを得ない。そんな、それは違うと思います。リーファ、確かにこの風はこの荒涼とした土地や皆さんの体調不良の原因になっているかもしれません。でも風の力はこれだけじゃないんです。もっと優しく、そして実りをもたらす風もある。私たちはずっとその世界で風と共に生きてきた。だからそんな悲しいことを言うのはやめてほしいです。確かに貴殿の言う通りだ。すまない、感情的になりすぎた。いえ、生まれ故郷を思う気持ちがあるのは当然です。こちらこそ急に来て早々ごめんなさい。俺はもう一度あの場所に戻ります。元凶がコウモリならカラントを切ってコウモリたちを全て倒すしかない。リーファはここで休んでいてくれ。ダメだよ、私も一緒に行く。でもまた具合が悪くなるかもしれないだろう。やだ、お兄ちゃんは私が守るの。具合が悪くなったら引き返すから、お願い。わかった、約束だぞ。その時は俺がリーファをもう一度集落まで送るからな。うん、つくづく苦労をかけてすまない、よろしく頼むぞ。ここが巣か。すぐ大丈夫か。うん、大丈夫。やっぱり無理してたのか。辛くなったらいつでも言ってくれ。分かったよ。来たな、それじゃ行くぞ。やられたのか、苦しく。どうしよう。違う、どうしようじゃない、何とかするんだ。私はお兄ちゃんの妹なんだから。そうだ、風を起こせばいい。毒風を弾き返すような強い風を。ジェネレートエアリアルエレメント、私が守る。リーファの手の中で竜巻のようなものが起こってる。ディスチャージ。コウモリの動きが止まった。すげえ、ありがとな。お兄ちゃん、今のうちにとどめは俺が刺せ。これでもう大丈夫だね。ああ。すぐ！
お兄ちゃん。すぐよかった。さっきの神聖術でよほど消耗したんだな。全然起きないから天幕を張って様子を見てたんだ。俺はすっかり元気になったけど、すぐ体の具合はどうだ？うん、大丈夫。お兄ちゃん、カラントは切ってくれたんだよね。ああ、切ったよ。もうコウモリは発生しないはずだぜ。よかった。それにしてもすぐがあんなにも風素の生成と解放がうまかったなんて知らなかったよ。コウモリの毒風を弾き返してコウモリたちの動きを止めるなんてさ、神聖術の成績がいい学生だってなかなかできないぜ。私もあの時何が起こったのかよくわからないんだ。なんだか不思議な感覚になった。不思議な感覚？うん、風素を生成する時、この土地を愛している騎士長さんや近くに住んでいる人たちの顔が浮かんだの。そうか。これはあくまでも俺の推測なんだけどさ、おそらくいろんな人の思いがリーファの背中を押して、それが真意になって強い風を吹かせたのかもな。この土地を守りたいって願ってる人やこの土地を愛している人たちの思いが。うん、そう考えるとなんだかわかるな。この世界ではイメージの力がものを言うんだもんね。ああ、きっと。お兄ちゃん大丈夫？ああ、もうコウモリはいないし毒風もないのに、なかなか頭痛が治らなくて。私はもう平気。多分お兄ちゃんのは疲れだね。それなのにお兄ちゃん、私の看病してくれたの？いや、本当に平気だから。ありがとう、本当に優しいね。優しいも何も当たり前だろ、兄貴なんだから。お兄ちゃん、でも無茶はダメだよ。本当に心配したんだから。すぐこそ無茶して俺のことを助けてくれたじゃないか。やっぱりすぐは強くて頼れる俺の自慢の妹だよ。もう褒めたってダメ。ごめん。それじゃあ収録まで向かうか。うん、そうだね。早く頭痛が良くなればいいけど。すぐが撫でてくれたから大丈夫だよ。もうしんどくなったら私がおんぶしてあげるから、いつでも言ってよね。というわけで、おそらくもうあの暴風や毒の風は起こらないよ、騎士長さん。おお、そうか。どうもありがとう。心より感謝するよ。しかもリーファ殿がそんな活躍をしてくれたとはな。強き風を巻き起こして毒風を弾き返しコウモリを倒したとは、まるで女神のようだ。お兄ちゃん、そんなに話さなくていいのに、恥ずかしいよ。事実だから言っても問題ないだろ。この土地を脅かす毒の風はないからな。動物たちも安心して暮らせるだろう。あ、ほら、枯れた土地から植物の小さな芽が出てきてるぜ。うん、少しずつ元に戻していくことはできるかもしれんな。それにしても貴殿らの実力には感服いたした。荒ぶる風を優しく抱き、そして大地に再び実りを呼び起こした。まさにリーファ殿は風と大地の申し子、私がこの目に焼き付けた
リーファ殿の活躍を西帝国の後世まで語り継ぐことにしよう。そんな大層なものじゃありませんよ。いや、リーファ殿は素晴らしい。後で部下の騎士たちにも教鞭を振るってもらえると助かる。いいじゃないか。女性同士仲良くするといいさ。俺は一足先に帰らせてもらうぜ。キリト君、もしかして女の子の園で人気出なかったからふてくされてる？そんなわけあるか。でも風と大地の神様か。それも悪くない